音楽大陸。久しぶりの再会を音楽になったりしてしまうという感じなんですけれども、お元気でしたか？元気でしたよ。最近はどんな活動されてますか？最近は、うん、この間まで舞台があったんですけど、うんうんうん、そこからはもう今次の作品とかに向けて準備期間、うん、なるほどなるほど。基本もでも今はもう自炊か。自炊っすね。うん、基本食パンを家で焼いたりとか。食パンを家でトースト作ったりとか。なるほど。そうけど買いに行きますよ、たまに。なるほどなるほど。ビール飲みますよね。ビール大好き。だけどコーヒーはまだ大好き。ある日を境にその風呂上がりになんか父ちゃんとかがビール飲んでカーって言ってる気持ちが分かるようになり、そりゃうめえわなみたいな。運動した後とかうまいですよ。最高。ビール一番太るから。しかもここら辺お腹周りさ太りやすいからね、僕の体質が。ビール大好きだから。でもだから糖質ゼロのやつを買ってます。ああ、ちょっと気使って。そう、気使って。ビール飲みたいから。そうなんですよ。最近はお家でたまに飲むみたいな。たまに飲むぐらいですね。ワイングラスをちょっといいやつ買って、おそれを使って飲んでどこのブランドですか？リーデル。あ、リーデルの。あ、リーデルの。はい、ちょっと気使って。ちょっとなんかワンランク上いった感じします。そうそうそう。赤ですか？そう、赤ですね。そう、もともとリーデルのコーラ専用のグラスが好きでずっと使ってたんですけど、ワインとか持ってなかったなと思って買って、でもらって飲んで。家でワイン飲みます？飲みますよ。僕もリーデルのグラス使ってますから。使ってる。エグザイルの小吉さんがワインのなんか旅に連れてってくれて、で初めてグラス買うってやったらどこがいいですかって言ったら、即答でリーデルって言われて、その場でポチして、それからなんか買って、照明、家の照明暗くして、間接照明だけにして、テレビでジャズ流して、赤飲むみたいな。めっちゃ雰囲気作るんですよ。やってる。それいいな。そうやってますね。あとなんかアーティストのライブ映像流しながら、そうそうそう、ちびちび飲みながら見て、うん、っていうのはこう時間あるときやってましたね。夜とか仕事早く終わったときとか。そう、リーデル使うとちょっとワンランク上行った感じするんですよ。そう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 。しかも洗うときとかも割らないように気使うみたいですか。そう、あれこう丁寧にこう丁寧にねやるんですよ。目の前で友達割ってますから。割ってますから。あ、なるほどねっつってこいつめっちゃデリケートやなって。家だとワインが多いですか？ワイン、でもワインかウイスキーですかね。自分でハイボール作って、氷入れてウイスキー入れて、レモン風味の炭酸水ちょっと入れて、でまたウイスキー入れて、また最後炭酸水締める。でこれを混ぜずに飲むと、どんどん味変して。すっごっ。そっか、最初は炭酸水の味だけど、そうそうそう、どんどん。そうそうそう。これぜひ皆さん初めて聞いた。これね、なんかディープのゆういちろうさんに、本当結構何年も前に連れてって、飲みに連れてってもらった時に、そのお店の大将がこうそうやってハイボール作ってくれて、でこれだったらうちで飲むのができるでしょって言って、やってみ飲ませてもらってめちゃくちゃ美味しくて、それから自分で家で作る時もそれでやろうと思ってやってて、でもしちょっとこう飲んでる時に、あ、リックがあんなに言ってたなって思い出したら、ちょっとやってもらって、ぜひぜひ。そうかな、お酒は、そんな感じかな。そのパートナーにはチータラです、僕は。あ、チータラ。チータラ。チータラ食べたくなってきた。飲みたいね、アラック。飲みたいですね。次飲む。飲みましょう。次飲む。音楽大陸を使って、公共の電波を使って飲む。飲む。カフェラテとか飲んでますからね。カフェラテ飲んでますからね。音楽大陸ボリューム6。5編もお楽しみに。イエイ。